IPZ900R 忍者から始まりました。以降30年余りブランドの信念は変わっておりません。その証につい先頃もプロダクションレースの最高峰ワールドスーパーバイク世界選手権においてジョナサン・レイ選手が狩る忍者 ZX10RR が3年連続となるシリーズタイトルを獲得しました。しかし川崎が目指すものは最高速度記録ではありません。我々が言う最速への憧れというのはつまりは最高の走りを追求する喜びなのです。皆さん10年前を思い出してください。2007年の東京モーターショー、当社は忍者ブランドの世界戦略モデルとして忍者 250R を発表しました。この小さな